はい、皆さんこんばんは、ブルーです。今回はマリオカートツアーパート66、本日から、バンクーバーツアーが始まりましたということで、今回は、バンクーバーツアーの、最初のカップ、ロゼッタカップをやっていこうと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。まず最初はバンクーバーバレーです。おっと、ここちょっとあったこれ、あれですね、スタート。このマシンとこれちょっと持ってないんで、今回は一応やっていこうと思います。さあ、今回はバンクーバーバレーです。さあ、このコース4の計算が見てたんで、ちょっと楽しみです。ではまたくスタートです。私は2番手です。おっとっと、これいこう。3ネッゴー。さあ、さあ、よし、いい曲がって、コースはなんかあれね、あらあら、あとボール、コースが、コースが結構打ち上がってないな。やっぱりバナも食べると赤コーラもっと超えてるんです。第2戦は Y 字、ピンポーボーです。DSLの YG、ピンボールです。では、撮影の部分、試しの方をご覧ください。それでは、学ぶさおっと、私、また2番手です。3、2、1、ダウン。さあ、スタッフさん、行きましょう。後ろは、もう一本行きましょう。弾がこうやっていった時一番怖い。
なんか、あの子が結構早いから。第3戦はマリオサーチトン2です。ということはマリオこの感じでるはい、これは SSC の、スーパーファミコンの方ですね、の、マリオサーチトンです。特にこれ雑音ボスですね。それはマナクスターズです。おっと、私は最高ぶりです。もうこの BGM はもう、もう何気です。あ、よし、よし。これは動画でフィーバーして、いいっす。6060ポイントですね。さあ、これで。ラストはタイムアタック。今回は決めたキャラマシングライヤーで悔やめそう。さあ、みんな決まって、これがロケットカーブ。ベストタイムを目指す。トンニッチ、ゴーさあ。
1.8秒26って。ああ、だいぶ。はい、最後までね、ご視聴していただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、または高評価の方、よろしくお願いします。それではまた次回のマリオカートツアーでお会いしましょう。さようなら。